キックオフ富山、キックオフ富山、キックオフ富山。キックオフ富山。富山のサッカーを熱く盛り上げる番組、キックオフ富山。今週は森さんが海外出張のためお休みで、私一人で頑張ります。さて、先週はカターレ富山の新体制発表会にお邪魔して、初めての公開収録の模様をお届けしました。いかがでしたでしょうか。セイナさんはどうでしたか。いや、初めてでとっても緊張したんですが、新加入選手と会場の皆さんに盛り上げていただいて、とっても楽しい収録となりました。盛り上がって楽しかったですよね。はい、今週も新加入選手のトークショー第2弾をお届けします。それではノーカターレノーライフ。さあ、ここからは先週に引き続きカターレの新加入選手にお話を伺っていきます。今回は移籍で加入してきた選手になります。はい、どんな選手たちなのか気になります。さあ、まずは15秒皆さんに差し上げますので、自己紹介をお願いいたします。ザスパ群馬から来ました川上です。ザスパ草津群馬からザスパ群馬に変わりました。はい、今年1年よろしくお願いします。15秒が結構長いんですよ。まだまだ尺がありまして、皆さんにぜひそのもうたっぷり喋っていただきたいなと思います。アスルクラロ沼津から加入することになりました大迫晃です。皆さんから富山のことを教えていただきながら、自分はピッチに立って、自分のことを知ってもらえるように頑張ります。お願いします。ありがとうございます。力強いコメントありがとうございました。用意スタート。すいません、緊張してる、間違えました。ブラウブリッツ秋田の井上直樹です。優勝するために頑張ります。よろしくお願いします。たっぷり15秒使って。素晴らしかったですね。素晴らしかったですね、はい、ユーモアが違いましたね。こんにちは、ファジアーノ岡山から来ました河合陽介と言います。最年長になるかとは思いますが、若い選手たちと切磋琢磨して J2 昇格目指して頑張りたいなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。経験ある選手なので、引っ張っててくれると思います。期待しております。ヴァンフォーレ甲府から加入しました松本光栄です。新体制発表ではマテウス・レイヤー選手のところに出てしまいました。ピッチでも、先陣切ってチームを引っ張っていきたいと思います。よろしくお願いします。FC 町田ゼルビアから加入しました瀬谷翔です。J3 優勝、J2 復帰に向けてがむしゃらに頑張ります。よろしくお願いします。ここからは突撃クローズアップのコーナーです。最初の質問参ります。自分にはみんなを驚かせる特技がある。せーの。お、先週はね、先週は4人だけ、4人とも×だったんですけれども、松本選手特技あるんですか。はい、僕こう見えて救急救命士の国家資格を持ってまして。へえ、はい、すごい。人命救助ならぜひ任せてくださいということで。特技というかもうすごい資格ですね。森さんもちょっと酸欠になりかけたら松本選手呼んで。すぐ行きます。瀬谷選手は特技というのは。後編さんの後でめちゃくちゃしょうもないんですけど、あの舌をうるさく鳴らせます俺は。ほう、ぜひちょっとアップに今されてます、やってみてください。それはどういった時に使う特技になりますか。暇な時です。じゃあ暇な時この音になったら、あの瀬谷選手が暇だという合図になります。合図ですね。では続いて森さんの質問お願いします。はい、僕からの最初の質問は、カターレ富山でこの選手はすごいなって思う選手がいる。せーの。瀬谷選手から伺っていきたいんですが、僕は大学も一緒だった大地くんが、まあ、2個上でずっと試合に出てるのを見てて、まあ、ドリブルとかうまいなって思ったりとか、あとはゴールパフォーマンスとかすごいなって思います。ぜひ先輩の背中を追いかけて、いずれ追い越してほしいなと思います。最後に、皆
皆さんに今シーズンの抱負を色紙に書いていただきました。見せながら発表していただきたいと思います。まずは川上選手からお願いします。僕は優勝って書きました。どういった思いで？このままです。それでは続いて大迫選手お願いします。僕は J2 昇格と書きました。思いを聞かせてください。このままです、はい、言葉に込めていただいております。それでは続いて井上選手お願いします。優勝です。このままです。ありがとうございます。それでは河合選手お願いします。僕も J2 昇格です。もうこのためだけにここに来たので、はい、頑張りましょう。ありがとうございます。それでは松本選手お願いします。はい、得点王です。お、これはどういった思いで？もちろん J2 昇格するにはどこのチームよりも点を取らなきゃいけないですし、その中で僕が一番点を取れるように頑張りたいと思います。では最後に布施谷選手お願いします。はい、僕は笑顔です。試合にたくさん勝ってファンサポーターの皆さんにたくさんの笑顔を届けられるように、笑ってシーズンを終えれるようにしたいです。ありがとうございます。さあ森さん、6人移籍されてきた選手たち、いかがでしたでしょうか？そうですね、ワクワクするプレーを見せてもらいたいです。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。いや、頼もしい選手たちが加入しました。新シーズンも楽しみです。公開収録のフルバージョンは番組ホームページで公開しますので、そちらもご覧ください。続いては目指せサッカー王国富山。今回は先週に引き続きフットサル選手権富山県大会の模様をお届けします。今回は決勝戦、どのチームが県代表に選ばれたのでしょうか？先月末に行われた全日本フットサル選手権富山県大会、県フットサルリーグのライバル対決を制したマレッツァ、北信越リーグの格の違いを見せつけて勝利した YKK、 この2チームが決勝でぶつかります。序盤から両チーム激しい攻め合い、しかし互いに相手チームの守備を切り崩すことができません。そんな中、こぼれ球を拾ってシュート、マレッツァが先制します。これを機にマレッツァの攻撃が勢いを増します。しかし YKK も鉄壁の守護神が何度も立ちはだかり、追加点を許しません。そして YKK のスピンをかけた巧みなシュートが決まり、試合を振り出しに戻します。膠着状態でこのまま前半終了と思われた残り1分、マレッツァが追加点を決めます。これをきっかけに勢いづいたマレッツァは後半連続得点で一気に突き放します。マレッツァの強固な守備で YKK の反撃も許しません。最後までマレッツァの勢いは止まらず、 YKK の反撃をかわして試合終了。マレッツァが7対2で勝利し、北信越大会への出場を決めました。フットサルはサッカーに比べるとやっぱり人数が少ないスポーツになってくるので、仲間との信頼性を高めないと、成り立っていかないのかなと思っています。南米ヨーロッパはやはりフットサルとサッカー、特に幼少期にフットサルやっておられる選手がすごく多いので、日本でもそういった形、特に富山県は雪国なので、冬場外でやれない分、こういったフットサルを併用してやっていただいて、サッカーの強化にもうまいことは使っていただければ楽しいスポーツになるかなと思います。北信越大会は今日と明日の2日間石川県で開催されています。来週はその模様をお届けしますよ。さて続いてはみんなのサッカー情報です。サッカーアンダー12チームの皆さん、キックオフ富山に出演してみませんか？
あなたのチームに番組取材班が伺います。ご応募お待ちしております。フットボールカンファレンス富山を2月3日4日に開催します。富山県のサッカー育成ビジョンの共有とプレイヤー育成を目的に講演と実技指導を行います。ただいま参加申し込みを受け付けています。詳しくは富山県サッカー協会のホームページをご覧ください。公開収録で新加入選手の皆さんに書いていただいた色紙を番組をご覧の皆さんにプレゼントいたします。応募方法はチューリップテレビの公式アプリチュプリから。ぜひ番組の感想もお寄せください。さあ、カターレ富山はキャンプの真っ最中です。ハードワークで頑張っているようですよ。新生カターレのサッカー楽しみですね。この番組でもキャンプ地へ取材に伺います。それでは来週もこの時間にキックオフ富山。